インハイ2位が全員で俺たちを倒しに来ている。攻めるタイミングは逃したらあかんよな。それを知っていてもそれは単なるスタートラインに過ぎんのやで。さあ勝負だぞ。行くよ。すげえサーブが打てそうな気がする。日向の最高到達点が急に変わるのは想定外だ。狙われるのはいつものことよ。さあ来いや。俺は静かでもうるさくてもどっちでもいいよ。ここまで来い。こんな絶対逃すな。いける。相手は最強の挑戦者。思ってたより手応えないんやな。でも大丈夫。俺は今日僕らは等しく何をした。バレーボールへの挑戦者だ。ハイキュー・トゥ・ザ・トップ10月2日より放送開始。